そうだって神の一手でも。朝よ、シロ。ほら、起きなさい。おはよ、シロ。まあね。昨夜はそのありがとう、無茶なお願いして悪かったわね。え？どうしてわかったの？もう少しは自分で起きようと努力しなさいよね。そんなことで泣くわけないでしょ。いいから早く起きなさいよ。朝ごはんにするんだから。シドは黙って私の言うことを聞いてたらいいの。そしたらずっと世話してあげるわよ。バカにしてるでしょ。
ごめんごめん、お待たせ、指導。さあ、行きましょう。あ、分かっちゃう？だって、やっと指導と旅行に行けることになったんだもん。そうね、指導の方は夕べ眠れなかったみたいだし。遠足の前みたいに？でもそうね、こうして旅行に行けるのも指導のおかげだもんね。なんだか歯切れが悪いわね。いいわ、指導も私のために頑張ってくれたんだもの。それは素直に嬉しいし、二人で旅行っていう約束も守ってくれたものね。ありがとう、指導。着替えでしょ、おやつでしょ、ガイドブックも持ったし、飛行機のチケットも。うん、大丈夫、ちゃんとあるわ。さあ、行きましょう。ねえ、シド、次の旅行の計画も立てちゃいましょうね。いいじゃない。まだ行きたいところがいっぱいあるんだもん。それに、指導は約束を守ってくれるんでしょ？だったらなおのこと、早く決めておきたいわ。次も、その次も、一生分の計画をもう立てちゃうの。もちろん一つ残らず付き合ってもらうわよ。どこに行くときだって私は指導と一緒だからね。これちなみに命令じゃないわよ。お願いよ。どうして？それもそうね。でもこれはお願いで、約束。いい？好きよ、シド。大好き。ずっと一緒よ、ずっと。旅行だってこれきりじゃないわよ。もういきなり何言ってるのよ。